防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで、航空任務を支える電子戦機が、岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは、強い反対の声が上がっています。2023年8月から、防衛装備庁では、将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは、妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって、自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では、電子戦訓練用として、中型輸送機 DC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、 DC-1 の場合は機種にも装着されている姿からファンの間ではカモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で電子戦機は埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それがゆえに、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器、ARW を主とする敵防空網制圧機、SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称、電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する通称、再次元とされる通信、電磁波、信号など、主として傍受を利用した情報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する、電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できる、エスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、
航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として2023年の予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機首に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、 EC1 と同じくカモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置はすでに2020年から開発が始まっており、今後はそれらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ防衛省では C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備運用する岐阜基地に新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その初舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として開発が逐次進められているものであり、これらには防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定機搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それが、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置 JAL95ECM 装置、次期機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略・戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として、2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって、諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に、川崎重工業では、C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして、営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにしてUAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で山口県の岩国基地を駐基地としている F
35ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が、技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は、増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を510億円、1機平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同機のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は本国のアメリカと日本以外には、現時点ではイギリス、イタリア、
シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング2B 型は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機影 V-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に、A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると見されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀の母港である広島のクレーのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。